スポーツのうち車椅子に乗って行う陸上競技のこと。健常者の場合と同様に、投擲などのフィールド競技、短距離や中距離のトラック競技、車椅子マラソンなどのロードレース競技などがあるが、主に三輪の競技用車椅子を使って行うトラックやロードレース種目を指す場合が多い。競技界では、障害程度によりクラス分けされており、国内外で、 多くの競技会が開催されている。最大の大会は1960年以降開催されているカキパラリンピックである。なおレースでの最高速度は時速約 36km に達する。第二次世界大戦は身体障害者の処遇や治療法などに大きな影響を与えた。大戦以前から身体障害者の処遇は 社会全体の負担と考えられていたが、戦後、多くの福音軍人が身体障害を持ち、精神的なケアを必要としていたため従来の方法が通用しなかった。そのため、社会復帰するための新たなプログラムが必要であった。英国政府は、1944年に、ロンドン郊外のエールズベリーにあった、ストークマンデビル病院内に、脊髄損傷科を開設。 身体障害者のニーズに初めて対応した。当時、センターの責任者であったルートビヒ・グッドマンは、障害者の社会復帰を進めるためにスポーツを導入した。1948年、グッドマンは、脊髄損傷者のための競技会である、ストークマンダビル競技大会を初めて開催した。これを契機として、1940年代後期には、 リハビリテーションのためのスポーツはヨーロッパとアメリカ合衆国中で広がった。この間に車椅子競技もヨーロッパ中で行われるようになった。1952年、車椅子のスポーツマンのための初の国際競技会がイギリスとオランダで開催され、130人の脊髄損傷のスポーツマンが6種目で競い合った。1956年、 国際オリンピック委員会は、グッドマンの功績を認め、オリンピック期間中にストークマンデビル大会に、トーマス・フィアンリーカップ賞を与えた。ストークマンデビルシャイス競技大会以降、車椅子スポーツは、アーチェリー、ローンボール、卓球、砲丸投げ、槍投げなど、多くのスポーツに拡大した。1960年代には、バスケットボール、フェンシング、スヌーカー、競泳、 重量上げも車椅子で行われるようになった。1960年、すべての脊髄損傷者の国際競技のために、国際ストークマンデビルジャイス競技連盟が、設立された。当初は、脊髄損傷者のみのものであったが、1976年のトロントパラリンピック時に、初めて国際ストークマンデビル競技連盟と、国際身体障害者スポーツ連盟の共催で、 開催され、初めて切断者と視覚障害者が参加した。ロードレース種目、車椅子マラソン、ロサンゼルスマラソンシャイス競技は、100メートル、200メートル、400メートルの、短距離、800メートル、1500メートルの中距離、5000メートルと1万メートルの、長距離、400メートルと4400メートルの、リレー競争などのトラック種目と、 マラソンなどのロード種目がある。車椅子競技には、砲丸投げ、槍投げ、円盤投げなどのフィールド競技もある。また、五種競技のような複合イベントもある。これらの競技において、参加者の障害程度によって、クラス分けされ、競技会を開催する。槍投げクラス分けのシステムは、競技者の競争が公平となるようにするためのものである。競技者は、 自分の障害に従い、脊髄損傷、切断、脳性麻痺などのカテゴリーに分けられる。分類のガイドラインは、より多くの障害者に対応するため、絶えず修正されている。脊髄損傷により車椅子を使用しているか、手足を失った者は、クラス T51T54、または F51F58 である。数字が小さいほど、障害の度合いは大きくなる。 T54 のものは腰から上が機能する。T53 のものは腹筋が機能しない。T52、T51 のものは上司しか機能しない。脳性麻痺や運動失調の競技者は TF T、F32T、F38 となるが、車椅子を使用するものは TF T、F32T、F34。車椅子を使用しないものは TF T、F35T。 F38 となる。こちらも数字が小さいほど、障害の度合いは大きくなる。車椅子の多くは、空気タイヤで、軽量である。IPC 競技規則で明示されている規則は、以下の通り、競技用車椅子を使用した長・中、短距離競技。1990年代後半から三、山腹、丘陵、スキー場等の専用ダウンヒルコースを使用したレースが、 開催されている。関連ページ競技用車椅子に乗り、陸上競技を行う者。試合やレース、競技会等には出場せず、健康維持やリハビリのために走る者も,も含む。車椅子ランナーのうち、車椅子マラソンなどの試合に出場し、上位記録を狙う者。また車椅子テニスなど、比較的ハードな競技スポーツに取り組む者を言う。健常者のマラソン大会と、 同時開催される場合の呼び方。車椅子部門ということもある。海外のマラソン大会でホイールチェアディビジョンとして開催されるものの訳語である。テニスのウィンブルドン大会などにおける車椅子テニスについても車椅子の部と表現されることが多い。ありがとうございます。